企画書に答えはないんですよ、うん、順番ってことなんですかね。そうですね、はい、これだけ覚えてもらえればいいかなと思ってます。元カプコン T から学ぶゲーム企画書の作るから入門編、はい、よろしくお願いします。まあ、このコツっていうのも、まあ、僕の経験から引っ張り出してる考えたことなので、うん、はい、どちらかというと正解というよりは皆さんもこれを聞いてそういう考えもあったなっていうところで正解を導く旅に出てもらえればと。最初に作品のコンセプト、これは物語のコンセプトでもそうですし、どう遊ばせたいかとかどういうゲームにするかっていうところを一番最初に考えないと全てがブレます。なので一番にそれを考えるっていうところを決めてもらいたい、ね、はい。次にそのコンセプトを元にですね、何をこの企画書で言いたいのかっていうのを簡単に見出しで羅列します。ここで説明文で書いてしまうと本当に物語を書いてるようでごちゃごちゃになってくるんですよ。なのでもうサクッと見出しだけ、例えば今ちょうど画面にも出てますけど企画書のコツとか、ここはもう企画書のコツだけなんです。まあ起承転結って書いて、起承転結はじゃあこういう説明にしようっていう形で、もう本当見出しだけババッと書いていただくとですね、次にその見出しをもとに何を説明するか、まあ企画書のコツからコツを8つ書くとかで、同じものがダブらないようにまたこう選別していくんですけども、4つ目に入っちゃってるんですけど、はいはい、もう書いたものから同じような内容のものをまとめて、でじゃあ一つの言葉に持っていこうってやるとですね、見出しがあって書くものがあってっていうところである程度まとまります。はい、5番目なんですけど、そのまとまったものをいろんなフォントで書いてしまったりとかありますね、よくね、はい、ここは説明チックになるんで明朝にしようとか、で一般的なのなんでゴシックにして、ここは世界観語りたいからちょっと今回ポップなんでポップ体にしようとかやるとですね、何書いてあるか分かんないんですよ。あ、なるほど。でフォントも級数によって潰れたりとか、形が違くて違う文字に見えてしまったり見にくくなったりするんで、ここはもう本当フォントは2種類ぐらいにしていくのが一番いいかなと思います。まあ基本1種類なんですけど、本当に物語語る時だけ違うフォントにするとか、はい、それがいいかなと思ったりしますね。次はですね、小説なんかもそうですけど、挿絵ってあるじゃないですか。ありますね、はい、1ページごとに絵があったらもうほぼ漫画なんです。絵本と一緒じゃないですか、はいはい、なんですけど、いいポイントの時にその絵がカットインで入ってくるような挿絵があると思うんですけど、まあ基本的に最低1枚は入れようかなと、うんうん、これは写真だったり画像だらけだともう何が何だか分からなくなってしまうんで、大事なポイントを伝える画像はまあ少なからず1から2枚ぐらい入れましょうよっていうところがまあこっちの一つです。やっぱ多く入れすぎちゃうのは良くないんですかね。良くないですね。いっぱい入れたいじゃないですか。入れたくなりますよね。わかります。ただもうどの説明の絵なのかが分からなくなったり、人間文字より絵の方が認識度高いんですね、アイコン的に、うんうんうん、でそっち見ちゃうんでミスリードにつながるので、あんまり絵を入れすぎるのも良くないかなと、ね、あ、そうなんですね、はい、次は、まあ、そのページで伝えたい大事なものだったり、まあ、全部フォント変えちゃったりっていうのもありますけど、まあ、フォントのサイズを変えたり、例えばですけどここで言えばコツっていうところがちょっと大きいと思うんですよ、今画面の上にあるコツっていうところをドーンとでかくしてみたりとか、黒ベースで書いてたら赤でバンと目につくとか、そういうやり方だったりで、フォントサイズ変えたりボルドかけたり色を変えたりっていうのを行うことによって、平坦に書いてた文字が踊り出すじゃないですか。でここだけ見ればいいんだっていうところに目が行くので、見せ方としては一つのやり方として、はい、簡単に装飾できる一つなので、うん、フォントサイズ、色、モルドっていうのをやってみていただけると違うかなと思います、はい、で最後なんですけど、デッドスペースができちゃうんですよね、うん、画像貼っても文字入れても、うん、ありますね、隠しの部分が大きいなとか、うん、もう画像で埋めちゃえとかってやって、まあ、先ほど説明したように画像で失敗したりとか、どの説明なんだか分かんない、でもその説明のためにあえて空白があるのかなって思わせることも一つなので、逆にデッドスペースを恐れないでですね、詰め込みすぎず空白だらけになっちゃうと困っちゃうんですけど、きちきちにしなきゃっていうのを避けていただければ構成しやすいのかな。そうですね、やっぱガラスも入れちゃいますから、皆さんね、アイドルとね、キャラ入れたいねとかやっぱありますけど、ありますここは恐れずに、恐れずに必要なことだけを載せようってことなんですね、はい、
あ、ちょっと肝に銘じたいと思います、私を。デッドスペースもし埋められない、やばいっていう時は、ロゴ入れるのが一番。なるほど。はい。いいこと聞きましたね。はい。はい、で、まあ今のノウハウ、まあコツとかですね、考えるというか、まあ過去の経験から引っ張り出してまとめるっていう作業に関しては、プランナーだけの仕事ではないんですよ。うんうん、もちろんエンジニアだったり、まあ、非開発の営業さんなんかもそうですし、逆にプロデューサーとかが説明する上でもそうなんですけども、当てはめていくと全て、あ、そうかもって納得いけるところもあるかなと思ってます。まあ簡単に言うとですね、まあ、先ほどの考える、まあ、引っ張り出すところですね、これが木になります。その意見をまとめて、まあ、企画書にしたりっていうところが、まあ、章になるかなと。で、誰かに伝える、そしてそれが動き出す、まあ、他の人に伝わってですね、みんなが動き出して同じ結果を求めるというところが点になります。そしてまあ無事完成してユーザーが遊んでくれて発売したっていうところですね、が一旦結になるかと。まあ全ての物事を起承転結に当てはめるとですね、ああそうなんだっていうところで答えの導き方があるかなっていうところが、まあ今日のヒントの一つとしてあります。なのでプランナーだけじゃなくて、誰か上長に報告するにあたっても起承転結で当てはめると、だらだら何を説明してるんだっていうのはなくなってくるかなと思ってますので、うんうん、まあ、この考えを一つのヒントとしてやっていただければなっていう、はい、はい、僕の考えですね。僕の解釈はこうだ、誰々の解釈はこうだっていうのを頭の中で議論してもらえれば、僕は大正解だったかなと、入門としては思ってます、はい、